続いてあいつこんなこと言ってました。リターンズ、はい、テレビラジオ雑誌ブログツイッターなどで有名人が調子ぶっこいて話していたことなどをチクってもらう企画です。はい、ラジオネーム気持ち、有吉さん、広島の堂林選手が TBS の増田エリアエリナアナウンサーと結婚したことはご存知だと思いますが、増田アナは当初プロ野球選手に好感を持っていなかったようで、4度にわたる食事の誘いにも首を縦に振らなかったそうです、うん、堂林選手は最初はお茶から始めましたとのこと。いいないいないいな、イケメンは羨ましいな、俺みたいに。仮に俺みたいなブサイク童貞方形ニートが4回も誘ってたら今頃俺は警察署だろう。ああ来世は堂林みたいにイケメンになりたい。イケメンだからじゃないと、別にお金も持って才能もある人だからだろう、ね、うん、ちょっとなんかこのニュース結構見てて、はい、増田はあれなのよ、マスパンって呼び始めてから、はい、結構見てんのよ。あの変なタレントメーカーっていう番組で一緒だったから、はい、よくなんか見るんだけど、テレビ出たら見るんだけど、はい、なんか幸せ太りなのか、なんかちょっと幸せ太りなのかなと思ってこう今回のニュース見てたんだけど、はい、あれはあれだね、幸せ太りじゃないね、塩分の取りすぎでむくんでる塩分の取りすぎでむくんでやがるみたいな顔してたから、ちょっと俺笑っちゃったひどいこと言うなよ何も言ってないですよ僕言ってないですから。いや、なんかもともとちょっとこの辺、顎の辺がちょっと二重顎っぽいなーと思ってたのよ。そのチック感じですね、うん、ちょっとね、あった顎チックありましたね、ちょっと、まあ、なんか今回ちょっとそ、うん、まあ二重顎も気になるけど、そうじゃなくて、なんかこのほっぺの辺とかが、はいはい、なんかちょっとボーンとボーン、ボワーっとしてるなと思って、やっぱっ分かった、あれラーメン二郎ばっか食ってない、ちょっと塩分取りすぎで、お前顔がいやもっといいとこ連れてってもらってますって野球選手の彼氏旦那、外食、はい、外食だからよ、やっぱむくんでますね、外食って味濃いからね。ああそうですね、味濃いですよね、うん、だから外食、外食で塩分取りすぎて顔がボワーっとむくんでんじゃないひどいこと言うなよ、本当ですよ、花嫁になるんですから本当に。いや嬉しいね俺は。そうですか、広島東洋カープの選手が、はい、そのまあ在京の女子アナと、うんうん、人気ですもんね、人気女子アナと結婚するなんて嬉しいよ。そうですね、尾形選手が中条かな子さんっていうアイドルと結婚して以来ぐらいのニュースだから、うん、これはいいじゃないですか。それでは俺は嬉しいのよ、はい、嬉しいからこそちょっと厳しいことも言ってんだから、ちょっと塩分取りすぎじゃないかってなんかこのほっぺの辺とかがなんかちょっとボーンとボーン、ボワーっとしてるなと思って、やっぱ分かった、あれラーメン二郎ばっか食ってない、ちょっと塩分取りすぎでお前顔がいやもっといいとこ連れてってもらってますって野球選手の彼氏旦那、外食、外食だからよ、やっぱむくんでますね、外食って味濃いからね。ああそうですね、味濃いですよね、うん、だから外食、外食で塩分取りすぎで顔がボワーっとむくんでんじゃない塩分の取りすぎでむくんでやがる塩分の取りすぎでむくんでやがるみたいな顔してたから、ちょっと俺笑っちゃったいやひどいこと言うなよ何も言ってないですよ僕言ってないですから。いや、なんかもともとちょっとこの辺、顎の辺がちょっと二重顎っぽいなと思ってたのよ、ね、そのチック感じですね、ちょっとね、うん、あった顎チックありましたね、ちょっと、まあ、なんか今回ちょっとそ、うん、まあ二重顎も気になるけど、そう、はい、増田はあれなのよ、マスパンって呼び始めてから、はい、結構見てんのよ、あの変なタレントメーカーっていう番組で一緒だったから、はい、よくなんか見るんだけど、テレビ出たら見るんだけど、はい、なんか幸せ太りなのか、なんかちょっと幸せ太りなのかなと思ってこう今回のニュース見てたんだけど、はい、あれはあれだね、幸せ太りじゃないね、首を縦に振らなかったそうです、うん、堂林選手は最初はお茶から始めましたとのこと。いいないいないいな、イケメンは羨ましいな、俺みたいに。仮に俺みたいなブサイク童貞方形ニートが4回も誘ってたら今頃俺は警察署だろう。ああ来世は堂林みたいにイケメンになりたい。イケメンだからじゃないと、別にお金も持って才能もある人だからだろ、うん、ちょっとなんかこのニュース結構見てて、続いてあいつこんなこと言ってました。リターンズ、はい、テレビラジオ雑誌ブログツイッターなどで有名人が調子ぶっこいて話していたことなどをチクってもらう企画です。はい、ラジオネーム気持ち、有吉さん、広島の堂林選手が TBS の増田エリアエリナアナウンサーと結婚したことはご存知だと思いますが、増田アナは当初プロ野球選手に好感を持っていなかったようで、4度にわたる食事の誘いにも